昨日見た夢の話など興味ない。退屈さ回りくどい君の話し方なら、なおさらさ、どうしてもっとさっとできないのかな。もっと単純に話せばいいのに、思ったほど伝わってないのにな。なんでそれに気づかないのかな。君の話はもう聞き飽きた。タバコばかりが減ってきたんだろう。車両はせめぎ合ってて、隣の人の香水の匂いに嫌気がさした。もう一方で足を踏まれた人が騒いでる。巻き込まれないようにと釣り革を見つめた。知らないフリー見えないフリー気づかないフリー濁った水も新しい光ですぐに澄み渡ってゆく。積み上げたものぶっ壊して身につけたもの取っ払って幾重に重なり合う描いた夢のホームズ。紛れもなく僕らずっと全力で少年なんだ。世界を開くのは僕だ。視界はもう澄み切ってる。 No 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 no僕に慣れてますか。そんなこと考える。
今心からありがとう。